ちは長浜市、長浜町線で活動しています。クロス刺繍です。私たちは刺繍を楽しんでいるサークルです。お花とか動物、その他いろいろなものを刺繍して表現しております。毎年展示を行い、銀行、市役所、公民館など文化祭のイベントにも参加させていただいています。活動日は第2水曜日の午後1時から3時までです。作品を作るのに2、3ヶ月かかるんですけども、作品が出来上がった時はとても嬉しいです。刺繍の興味のある方、お近くにお住まいでいらっしゃる方、気軽に一度見学にお越しください。お待ちしております。みんなで楽しくやっていきます。アミンジュ。